おはようございます。今日よろしくお願いします。チューニングこんな面白いの人にやらせたくないっていうのも本音です。僕はこっからがドラムの楽しみなんで。ではちょっと流します。はい。生だけど打ち込みっぽい感じにするっていうこと、それすなわちその打ち込みのパターンにもなぞることがそうなのかって言ったらそうでもないじゃないですか。あんまり気にしてないけど、ちょっと今それ考えながら今やってました。迷った時に参考にはしますね。全然違うサウンドに聞こえて、うん、まあ、16インチなんで、はいはい、ちょっとしたタッチでニュアンスが大きく変わりやすい、まあ、それが気持ちよくて僕は大きめのハットにハマっちゃったんですけど、やってみます。はい、無理に今ブラッて入れてもまあいいかなとちょっと僕もすみません。はい、練習は嫌いです。自分の思うようにパッとできるようになりたい。そのコツをつかむためにいつも研究練習してる。ハイピッチでもローピッチでも使えるってことを考えるとセパレートじゃない方がいい気がするんですよ。だから、ライドの使うタイミングっていうのが、はい、割とサビ行ったらライドすぐ叩くドラマーさんは多いんですけど、はいはい、佐野さんはこうスペシウム光線のようにここぞってところで一番感動ポイントのところに持ってこられるなと思ったんです。その感情の流れ的にやっぱ盛り上がってるところでやっぱ行くじゃないですか、うん、ワンコーラスから行くのはちょっともったいないなっていう曲は結構多く感じるんですよね。その人たちとの出会いが今の自分に絶対影響を受けてることなので、関わった人全ての人に感謝したいですね。